エアレジデンス新浦安は、千葉県浦安市に所在する超高層マンション群の総称。入線一丁目八番地にあたり、タワーイースト、タワーウエストのツインタワーとなっている。タワーイーストタワーウエストエアレジデンス、新浦安 JR 京葉線の新線計画に合わせて、新浦安駅を中心とした周辺14ヘクタールを超える敷地に、浦安市と長谷港コーポレーションが、 官民連携し、浦安市の新しい表現館を開発する、高度複合都市開発事業、駅前整備事業が1980年より実施され、シンボルロード整備などのインフラストラクチャー整備と、複合商業ビル、新都市型商業ビル、オフィスビル、ホテル、住宅などを整備した。その後、総日、日商祝い不動産、 ハウジングキャピタル5の3社は高さ117メートルの超高層ツインターマンションの企画開発事業に着手し2001年5月31日にタワーイーストタワーウエストが着工し2003年12月10日に竣工、2004年3月より入居開始した駅舎商業施設を結んだペデストリアンデッキによって接続している街全体は カリフォルニア州の街並みを連想させるアーバンリゾートライフを構成している。敷地内に一定規模の公開空地を持ち、溶石率などが緩和される総合設計制度が適用され、公開空地部分は豊富な緑を配置するほか、噴水や小川なども設置し、新浦安駅前のランドマークとなるべく計画されている。延べ床面積は64,968。 警報メートルであり、建築主は総実、設計、コンサルタントは、長谷工コーポレーション2004年に最高部117メートルの超高層マンション2棟が開業した。新浦安駅、北口側より、タワーウエストを望むエアレジデンス新浦安主要な、共用施設は以下である。もな新浦安主な周辺施設一覧。ありがとうございます。